はい、どうもこんにちは。先輩ごめんさんのごへいです。本日はスペシャルゲストをお越しいただいております。青森山田高校の宇野禅斗選手です。お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。中もしくはまたここで勝負したりっていうところを、ベースラインの前のスペースを見た方がいいかっていうのは、そうですね。2枚、3枚こう来るんで。ほうほうほう。話は。そうですね。言っていいかちょっと迷ったんですけど。ですね、これで。で、今回ですね。俺の極意っていう企画でして、こう、サッカープレイヤーに、プレイの極意を聞くという企画になってまして、なんか YouTube とかで見られたこととかありますか？あ、何回か。何回か、はい。ありがとうございます。で、今回ですね、実は今まで日本代表の選手とか、プロのサッカー選手を聞いてきたんですけど、現役の高校生にお話聞くのはちょっと、初になってまして、ちょっと僕も、緊張してるんですけど、ちょっとお手柔らかに行くんでよろしくお願いします。すいません。お願いします。で、まあ、プレイの正解というかは、こう、宇野くんが考えている、こう、プレイのポイントといいますか、極意っていうのをお聞かせいただければと思います。本日はどうもよろしくお願いします。お願いします。で、まず、インターハイ優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか、インターハイ振り返ってみて、なんかどうですか、今印象は。結構、その、インターハイに向けての時間が長かったので。はい。この自分たちの代が始まってから、まあ、プレミアリーグを重ねていって、はい、結構あっという間にインターハイが始まってしまったっていう印象 でインターハイ始まってみたら結構テンポよく試合が運んでいって、はい、気づいたら優勝になってたっていう自分としてはそういうイメージで常に山田のやることっていうのを意識して試合に取り組んでたらその結果が優勝につながったかなっていう。じゃあもうほぼいい感じの流れで優勝までたどり着けたかなというところですね。はい、インターハイも試合もこうちらほら見させていただいたんですけど、こうボランチでプレーしている中で、まずこう、バランスを取れみたいなこう指導者の方とかから言われたりとか、あとまあ、チームメイトからもちょっとバランス取ってくれよみたいな感じでこう声かけることが多分あるかなと思うんですけど、バランスってこう、どういうふうに捉えてますか？サッカーの試合におけるバランスっていうのは。自分としては、まあ、相手がまず11人いて、自分たちの味方が11人いて、まあ、ピッチがここの広さでっていうのを常に見ながら、ボールがどこにあって、人がどこに立っててっていう、スペースがどこにあってっていうのを常に自分の中で把握して、まあ、山田が攻撃してるときに、相手が何枚残ってて、相手が何枚守備してて、自分たちが何枚攻撃にかけてて、何枚後ろに残ってるかっていうのを、やっぱ結構早めに、判断して、その中で自分はやっぱりクリューが1個前に出る中の1個下なんで、はい、ここのクリューの後ろのスペースを埋めた方がいいのか、ディフェンスラインの前のスペースを埋めた方がいいのかっていうのは自分としてはすごく考えてて、相手が何枚も8枚も7枚もかけて守ってる時に自分が残る必要はなくて、はい、こっちのスペース、前のスペースを埋めて、こっちで転がったボールを自分が拾った方が二次攻撃、三次攻撃繋がるんだったら、ちょっと高い位置を取ったりとか、相手が二、三枚残してきてて、カウンターが怖いんだったら、自分がちょっと引き気味で、クリューもちょっと引かせて、バランスを取らせるのかっていうのは、常に考えてます。なるほど。じゃあもう本当に、全体を見てのバランスっていうところですね。はい。その中で今、先ほどにお話してた感じで言いますと、まあ、なんかチームの約束と言いますか、まあ、今、松木くんとブランチ組んでる中で、基本は松木くんがちょっとこう前気味にプレイするみたいな、まあ、イメージがあるっていうところですか。はい、で、宇野くんがちょっと引いて、まあ、全体俯瞰的に見ながら、まあ、実際もう本当にそのチームとしての役割としてもやっぱバランスをしっかり見てプレイされてるところですかね。はい。なるほど。いやー、だからそこっすね。ちなみにじゃあ、宇野くん的になんか攻撃、オフェンスとディフェンスでこうなんか何対何ぐらいの割合でプレイの重点というか、重きを置いてプレイしている感じですか？去年とか、はい、自分春とかだと、やっぱまだ春は特に守備が自分たち出来上がってない時だったんで、もう6-4ぐらいで守備を考えて、まあ、もっと言えば7-3、8-2で自分が守備的に、まず失点しないっていう土台を作るっていうので考えてたんですけど、まあプレミアとか試合重ねてって、まあ4バック、キーパー含めて、ディフェンスラインがそれなりに成熟してきて、チームとして個の高い守備できるようになってきてからは、
5-5、50-50 ぐらいで、まあ攻撃も自分が動かしながら自分も侵入していければいいかなっていうふうに考えてます。うん、まあ、ちなみになんかそれも、なんかプレーにしっかりと出てるのかなとか思ったりしまして、前回の第99回選手権の時と、枕だったり、あとインターハイの試合とか見てみても、こう、前線にこう、上がってゴール決めるみたいな場面とかも出てきてるイメージがあるんですけど、なんか自分の中で、前回の選手権の時と、今だと思考だとか、プレーにかける思いみたいなのがなんか変わったりしました。選手権は、まあ、自分がまだ未熟で2年生だったので、まあ、安西、栗生、あの時は 4-1-4-1 でやってて、まあ、自分が守備でどれだけ安西とか栗生につけれるかっていうふうに考えてて、まあ、まだまだ足りなかったんですけど、攻撃はあんまり考えてなくて。なんですけど、やっぱり今って、遠藤航選手だったり、田中碧選手だったりも、まあ、守備だけじゃなくて、まあ、得点も取れる選手が、世界的に見ても多くなってきてると思っていて、なんで、まあ、クリューが点決める選手だで自分が守備する選手だっていう風に考えるんじゃなくて、まあ、フォーバックも含めて誰でも点を取れる、何でもできるっていうのが山だと思っていて、まあ、その中で自分も、まあ、得点だけじゃなくて、まあ、アシストだったり、そういう攻撃を組み立てるっていうところを意識し始めたのは、まあ、春終わってぐらいですね。それがしっかりとこうプレー、そして結果に表れてる印象があるんで、なんかすごいな、この成長がすごいなと思いました、個人的には。はい、でまあ、試合中にこう、例えばこう、チームのバランスが崩れてるなって感じる時っていうのはどんな場面だったりしますか？自分として2つあって、はい、まあ、1番はセットプレー、まあ、コーナーキック、斜め45度のフリーキック、にしろ、まあ、バックライン、フォーバックが、まあ、高い選手が上がっていってて、後ろに自分だったり、っていう、枚数が少なくなってるっていう状況が、やっぱりカウンターが一番怖い、バランスもどうもできない状況っていうのがあって、まあ、キーパーにキャッチされたり、クリアされたボールを拾われたりっていうのは、一番怖いところで、あと、プレー中で言えば、まあ、自分だったり、クリューだったり、まあ、前線の選手がボールを奪って、カウンターってなった次のパスだったり、その奪い切った後のボールを奪われたりっていう、簡単に行くってなったスイッチが入った瞬間に、また相手に奪われてカウンターを受けるっていうシーンが、やっぱり全員が攻撃に行くっていうスイッチを入れた後に、また来るっていう、そこが一番崩れるシーンかなと。そこもバランス見てっていう感じですか？そういった場面に遭遇した時には。自分はボール奪った後も、まあ、できるだけ自分が奪ったボールを奪われないように、クリューだったり、サイドバックだったり、に預けて、はい、まあ、まずはそこを奪われないっていうのを意識してますし、他の選手が前線で奪った後も自分の後ろにフォワードが何枚いてサイドが何人残ってて、どの選手に次につけられたら怖いのかっていうのを攻撃の前に自分は考えるようにしてて、クルーが今どこの位置にいて中盤は何枚いてっていう、太陽を残した方がいいのか拓島を残した方がいいのかっていうのをすぐ両平だったり山津だったり伝えてっていうふうに言ってます。じゃあ常にやっぱりその状況を判断して、まあ自分、周りがどういう感じの陣形で何人いてとかっていうのを常にこう首振って把握してるってところですかね。はい。じゃあその能力というか、その、まあ、しっかりとバランス見るっていうことは、まあ、現代のボランチには必須能力っていう感じですか。はい。で、ちなみにまあ、今、こう、松木くんと、まあ、ダブルボランチみたいなプレーされてる中で、まあ、先ほど、まあ、お話ししてきたと思うんですけど、まあ、なんかこう、意識してること、松木くんと、こう、ボランチとしてプレーしてる中で、なんか意識してることとかってあったりしますか？監督とかにも言われるのは、やっぱ自分たちがどれだけボールを落ち着かせられるかっていうふうに言われてて、まあ、それなりに去年から試合に出てて、やっぱり違いを見せないといけないと思いますし、まあ、自分たちが落ち着かせる時間帯と、スピードを上げる時間帯と、まあ、守備で言えば、強度を持ってスイッチを入れる瞬間っていうのをつけようと思っているので、はい、まあ、そこはまあ、山中からあいつとやってきてて、まあ、それなりに言わなくても、今だよなっていうのは分かるようになってきてるので、まあ、あんまり喋んないですけど、試合中は。まあ、要所要所で。
こここうしようっていうのは喋りますけど、はい、まああんまり言わなくてもあいつもやってくれますし、まあ、あいつがやってほしそうなことは自分もできるだけやろうとしてるので、っていう感じですか。あ、はい、じゃあもう、中学校からのもう関係性で、信頼し合ってるみたいな感じですかね。はい、例えばなんですけど、まあ、自分のチームがこう負けてる時とか、まあ、こう点を取りに行かないといけない時とか、なんかこう、あえてバランスを崩すと言いますか、リスク取って攻めるみたいな場面とかも、なんかこう、自分的には考えたりとかしますか、プレイ中。点が入んないとやっぱ勝てないですし、まあ、むしろ負けてる時っていうのは人数をかけないと点につながらないっていうこともあるので、まあ、クリューだけが前に行けばいいってわけじゃないですし、藤森リズムが抜けない状況っていうのもありますから、まあ、人数をかけて自分が、まあ、横だったり、まあ、斜めだったりっていう角度つけて、まあ、侵入していくっていうのは考えるようにしてるんですけど、まあ、それなりに、ナスカワだったりステラだったりっていう2につければ、やってくれるので、はい、まあ、あんまり自分が崩すってことはしないですけど、はい、まあ、負けてる状況で、まあ、特に決勝戦は、負けてたんで、はい、できるだけ自分がサイドに散らしてその横を作ってっていう風にしようと思ってたんで、うん、そのサイドにつけた時にここの横を2対1作りたいんですけど、山田は、はい、その後クリューがここ入ったりとかセラがこっち来たりすると中の枚数が少なくなってしまうので、はいはい、そこを自分がつけてからもう一回前で関わることで中の枚数をクリューとかセラとかを生かしていきたいのでっていうそっちに中に生かすようにってことですか。はい、はい、せっかくちょっとボードを用意していたんでちょっとこれで説明しながらお話聞きたいと思うんですけど、まあ、これが宇野くんですかね、はい、でこちらが松木くんみたいなイメージで、442なので、まあ、もうちょっとこんな感じかな。はい、で、まあ、分かりやすく、はい、フォーバックがこう絞ってて守ってくるっていう形になった時に、はい、うちがこう中で関わろうとしてもなかなか中がこう開かないっていう状況になるので密集してる、はい、そういう時に自分がやっぱりこういうサイドに散らした後に1対1、はい、2対1っていうのをどんどん作ってくるんで、うんうんうん、そうなった時に自分がここに入ってあげる、クリューたちがここに来るんじゃなくて、はい、中で枚数を増やしたいので自分がつけた後にもう一回ここで関わって2対1、2、2を作って、はい、勝負させるんだったら勝負させるし、中で勝負させるんだったら勝負させるっていうふうに考えます。ここからボール散らしてからしっかりここに入っていくっていう、で、中もしくはまたここで勝負したりっていうところを、はい、攻撃の時はそういうイメージで、はい、そこがやられしっかりやられてるってことですね。なるほど。あとは、はい、まあ、サイドだけでも、まあ、サイドを散らすと、やっぱサイドに藤森とかって、やっぱ怖い選手なんで。そうですよね。2枚、3枚こう来るんで。ああはあはあ、ここの、つけた後にちょっと斜め下で関わって逆に、前に行きすぎないで。はい。ここの斜め入れたりとか、クリュー入れて関わってっていう。中で逆に勝負するっていうのも考えてるっていうのもあるってところですね。で、ここからまた、サイドチェンジとかもあるってところですよね。はい、なるほどな。だからしっかり、松木くんの良さも活かしつつ、チーム全体のバランス見て、こう、プレイされてるってところですね。クリューやっぱ、ペナナイだったり、バイタルの、ここの位置でボールを受けると、やっぱ一番怖い選手なんで、はい、あんまりサイドに逃がしたくないっていう部分があるんで。逆にクリューじゃなく、セラじゃなくて、オバラが、交代で入ってきた時とかっていうのは、はい、オバラはここら辺で、こういうスペースで受けるのが上手い選手なんで、自分があんま行かないで、開けとくみたいな。行かないで引きつけて、スペース開けてあげて、オーバーにどんどんつけさせてっていうふうに考えてます。それでアタックしていくって感じですね。はい、なるほど。いやー、わかりやすいです。言語化が非常に上手というところで、宇野くんすごいですね。なるほど。それはもう、試合中に監督とかに言われるわけじゃなくても自分で考えて、こういう場面ではこうした方がいいなとかっていうのも状況判断で。うん、やられてるってこと、まあ、昔は結構監督にも細かくやれてたんですけど、あ、はい、それにチームの状況とか相手のポジショニングだったりっていうのが見えるようになってきたので、うん、自分で考えてこういう時はもうこういう位置でとかっていうのはもう全部なんかこう、はい、体に刷り込まれたみたいなイメージですかね、はい、うん、いやーすごいな。なるほど。ちなみになんかこう
ボランチとしてプレイしてる中で、こういう味方がいたら、プレイしやすいなみたいなとかあったりしますか？フォワードの選手の動き出しだったり、受けるタイミングっていうのが、はい、センターバックから持ってて、はい、クッて動き出したタイミングで入ってきますし、パッて見たタイミングでクッて動き出してて、はい、こう、どんどん使いたいんですけど、はい、やっぱ山田って結構2で、ボーン、下作ってっていうサッカーが多いんで、はいはいはい、このクッっていうターンがあんまないんで、あ、そこをこうタイミングよくセンターバックを外してきてくれるフォワードだったり、はい、サイドハーフだったりっていうのがいるとすごいサッカーのバリエーションが増えるかなって。おお、ほほほほ。一発で振り向いた時にくさびでつけれるような動きしてくれる前線がいたらすごい自分的にはやりやすいかなって。ここで別に出さなくても、はい、食いついてくれればスペース空きますし、はははは、まあ、いたとしてもここにスペース空きますし出せるというところで、そういった選手いたときには良かったなというところです。はい、そうです。じゃあ僕ちなみにフォワードなんですけど、ブランチがこうまあセンターバックとかから入って前向いたときに、なるべくこうしっかりこうあのマーク外す動きするようにこれから頑張りたいと思います。はい。あとちなみにですね、まあダブルブランチでプレイしている中で。相手のフォーメーションが、例えば真ん中が、なんていうんですかね、4-2-3-1 とか、で、ちょっとこう、相手チーム3枚ぐらい中盤にいるみたいな時で、ダブルボランチみたいなとか、そういう、相手のフォーメーションに合わせて、何かこう、プレーの原則だったり、プレーする意識とかって変えたりとかしますか？基本山が、4-4-2 でプレッシャーかけに行くんで、はい、相手が 4-1-4-1 だった場合でも、ここの3枚を2で見て、この2枚を自分たちで見てっていう風にして、はい、こう、どんどん合わせていくんですけど、はい、まあ、この中盤の枚数がどんどん増えてきて、自分のこのギャップとかに受けてくる。そうですよね、これが出るのか自分が行くのか分かりづらいこの位置に立ってくる選手が多くなってくると、はい、すごくやりづらい。自分の周りにこう人数をかけてくるチームっていうのはすごくやりにくい。ポン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 叩かれてみたいな、そうですね、取りどころがないなみたいな時とかは、やっぱもうフォワードちょっとこうディフェンスの時下がらすみたいな。そうですね。山田は 30m を意識してるんで、ちょっと下げて、ここにまずつけさせないようにして、はい、ツーが開いたとしても、逆に開けばここの距離が長くなるんで、できるだけこいつにターンさせるのが一番厳しいんで、はい、できるだけ絞らせて、運ばしても、こっちに絞ってこれるんで。で、しっかりこう、ここのプレーのスペースをしっかりこう、はい、狭めてってところですかね、プレーエリアを。こう、真ん中で持たれたりとかすると、はい、どこにでも出せるよっていう状況を作られると厳しいので、どっちかにやっぱ限定かけて、分かりやすく守備した方が、奪いどころが明確になるんで。ぐっと寄せて、もうこっちでやるかこっちでやるかみたいなっていうところですか。はい、でも全体的にスペース狭めて、もなんかガッチャンコみたいな感じで取りに行くみたいな。はい、ちなみにまあ、全国大会とか、まあ、プレミアとかの試合前とか、相手の、プレー映像とか、なんかスカウティング情報とか入れて、試合に臨んだりとかされるんですか？山田は多分相当しますね。あ、相当するんですね。はい、すごい。まさきコーチだったり、古川コーチだったり、はい、まあ、いろんなコーチが、いろんなところから映像をもらってきたりとかしてくれて、はい、まあ、自分たちが知らないところで多分すごく分析してくれて、はい、試合4日前、5日前ぐらいにそのミーティングをして、はい、そのイメージを持ってトレーニングに向かっていくっていう風にしてるので、そういうのをしてくれると、やっぱり自分たちがどう守備をするか、どういう攻撃をするかっていうのがだんだん明確になってきて、はい、まあ、その週の練習がすごい、試合に向かったいいトレーニングができるので。じゃあもうプレミアの、まあ、土日とかプレミアがあるってなっても、その週はその対戦相手に向けて全部こう対策といいますか、はい、練習メニューも組んでいってみたいな感じですか。はい、そうです。あ、これはひょっとしたらあまり映像としては出したくないかもしれないですね。ここら辺の話は。そうですね。言っていいかちょっと迷ったんですけど。ですね、これで。後でちょっとコーチの方とかに確認しないといけないですけど、これね。はい。
なるほど。まあ、前回の選手権、そして今回のインターハイとかって感じで、日々こうレベルアップしてるっていう印象があるんですけど、その中でこれからのなんか、ボランチ像といいますか、自分がこう、どういったボランチになっていきたいみたいな、将来像みたいなのってなんかあったりしますか？自分がボランチ始めた頃は、結構周りにテクニカルで上手い選手が多くて、まあ、自分、ボランチやる前センターバックやってたんで、もともと守備的な選手だったんで、まあ、技術能力は多分周りでやってた選手よりもすごく劣っていて、まあ、その中でもやっぱ守備のできるボランチっていうのをその頃からやっぱ意識してやってて、まあ、自分の中でブレずに、うまさじゃなくてボール枯れる選手、枯れるボランチっていうのを意識してずっと続けてきたので、まあ、それが、まあ、今はこうやって身に結んでるのかなっていうふうに考えてて、まあ、その中でもやっぱりさっきも名前出しましたけど、遠藤航選手だったり、田中碧選手っていうのを、まあ、遠藤航選手は特に守備がやっぱドイツでデュエル1位って言ってるだけあって、すごい強度の高いですし、まあ、自分としては田中碧選手の良さも、遠藤航選手の良さも今現実で見れる位置にあって、はい、今吸収できる選手であるっていうのをいい方に捉えて、はい、まあ、欲張りかもしれないですけど、まあ守備だけに固執するんじゃなくて、まあ、ボールを動かしてテクニカルな部分も取り入れて、まあ、その上でボールを枯れるっていう選手になっていくと思います。じゃあもう、攻撃にも守備にもしっかり絡んでボールもダッシュできてっていうところで、もう何でもできるボランチみたいなところを目指していくってことですよね。そうです。で、チームの結果にもしっかりと貢献できるといいますか。いやー、というわけで、今回はこうボランチのプレーの極意といいますか、こう思考、ボランチの方の思考をこう掘り下げていくみたいな感じで、はい。非常に言語化が上手だなと思いまして、めちゃくちゃわかりやすい、こう、なんていうんですか、宇野くんのプレーの考えてるとか、すごい、分かったんで、多分見てくれてる方もなんかこう、今のこう、トップレベルの高校生プレイヤーがこういうふうに考えてプレイしてるんだなっていうのを、分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか、思うと喋れないことは。いや難しいですね。喋る自分で喋んないとやっぱ自分の中でも整理できないんで、そういう会話できる選手って結構いいです。はい。